えー、こんにちは、ソッカジですあのカンフーの映画とかそれから太極拳の方とかねジークンドーなどの動画を見ている関係からどうもね朝倉未来さんという格闘家のストリートファイトを中心とした格闘家の方のね YouTube が私のログインした YouTube 上に出ることが多くてやっぱ見てたんですけどもすごいですねこの人はあの。本当知らなかったんですけども うん、しくじり先生にも出てたらしいんですがあのー、ここまでねあのー、まあなんていうんですかね男の強さを追求して多少乱暴なところはあったと思いますしまあ障害やなんやっていうことにはなったと思うんですけども、まあ、今ねあのー、多くの挑戦者をなぎ倒す姿を見てなんかちょっと感動したっていうかねあのー、すごいなと思いましたねなんかそれ以外の表現が思いつかないんですけども。 うん、それであのボクサーの竹原さん畠山さん渡嘉敷さんのところに行って、えー、ミット打ちとかをしてるところも YouTube で見たんですけどもなんかその姿を見るだけね感動しましたねもう涙出てきましたねこれ渡嘉敷さんそれから具志堅さんも他でや,やってましたねあの時代を超えて本物が本物をね称えるところ、うん、竹原さんとかもボクサーやった方がいいよみたいな感じで。 言われてたりとかねすごいなやっぱり、うん、う私なんていうのはね小指でねぶっ倒されちゃいますねこういう人のところに行ったら、うん、でもなんかね朝倉未来選手の朝倉未来さんの姿を見ていたらあのまあ乱暴者にはなりたくはないんですけども、ね、私今でも、うん、そういった過去は反省してるんですけどもでもこのぐらいの強さと負けん気とね うん、精神の強さを求めていてもよかったな俺の青春と思っちゃいましたね、まあ、とにかく何かねあのこれほどまでに何かを追求してこれただろうかとちょっとね恥ずかしい思いとともにこういった朝倉未来さんみたいなね若い人に憧れを感じますねうんすごいなと思いましたうんいやこれなかなか表現が他に思いつかないんでね こんな陳腐な動画になりましたけれどもいやすごい、えー、他にもすごい人いっぱいいるんでしょうねこれねいやすごいっすねやっぱり強い男ってかっこいいなぁと思いましたただ強さと怖さ乱暴者これがイコールになっちゃうと手がつけられないんで強い分だけユーモアあって優しい人であってほしいなと思うばかりでございますねなんか、ね、朝倉未来選手に突っかかっていく人とか 竹原さんに挑戦する人ってほんとなんかね強い人って言うよりも悪い人ばっかりなんでね <laughs> うんまあでもなんか思うんですけども今日本の政府の体制に不満を感じた若い人がねこういったストリートファイターみたいなのが束になっていったら機動隊とかね蹴散らされるんじゃないかなと思いますよね <laughs> うんはい、という話でございました朝倉美久留選手朝倉美久留さん本当すごいと思いますあの体に強制 体に気をつけてこれからもね強い男でいてほしいなと思いますまあ年齢には勝てないところがあると思いますけどもでも一日でも長くね本当に王様でいてほしいなというとこですねなんか最近あれですよね引退を考え始めた試合があったらしいですけどもその件につきましてはまた拝見させていただきますでもすすごいい人だと思いますじゃあ